写真拡大。楽天オリックス、9日、楽天生命パーク宮城。1点を追うオリックスは2回、先頭の中川がカウント1の1から岸の141キロを捉え左中間への2号同点ソロ。ストレートにキレがあることは分かっていたので、無駄な動きを少なくコンパクトにスイングすることを心がけていました。早い回に同点に追いつくことができてよかったです。中川の本塁打は5月10日楽天戦で今からプロ初本塁打を放って以来。1試合後、山足はカウント2の1からのスライダーを左翼スタンドに運ぶ今季1号ソロで勝ち越した。感触は完璧でした。キレのあるストレートに振り負けないように、攻めの姿勢で打席に入っていましたが、スライダーにうまく反応できました。山足はプロ通算2号。さらに、2の同点で迎えた3回、オリックスは石から福田が右前打で出塁すると吉田聖。1ストライクからの107キロカーブを完璧に捉え力スタンドに運ぶ勝ち越しの26号ツーランになった。カーブにうまく反応できましたし、しっかり捉えることができました。勝ち越しのホームランになってくれてよかったです。吉田聖のシーズン26本塁打は昨年と並ぶ自己最多。9月は4本目のアーチとなった。